えー、安倍内閣はですね、一強と言われて、非常に強いと言われてたものが突如としてですね、まあ、憲法改正をするというアナウンスの後、朝日新聞のキャンペーンを中心として、まあ、家計学園問題、森友問題を中心としてですね、えー、安倍内閣の攻撃が行われました。もちろんその安倍内閣のですね、閣僚が防衛大臣をはじめとして、えー、次々と出現をするっていうようなこともあったんですが、 一気に支持率が下がっていきますね。で、一時、この7月ですね、あ2017年7月の中旬にはですね、えー、大体50%を切ってきた支持率が、時事通信の世論調査で29.9%、安倍内閣の支持率が29.9%は出てきまして、これを各テレビ、地上波なんかは一斉に報,報道いたしました。私もその報道したニュース番組におりましてですね、 その時はこういう話をしました。えー、自治通信社のアンケートに答えたのは2000人と言われてるけれども2000人でですね支持率を見て29.9%っていう3桁が出るということは科学的にないはずだけどということを言いました。えー、これはですね自治通信社の中に理科系の人がいないっていうケースも考えられますがそれはちょっと別のことで否定されますねっていうのは 2,000人ぐらいの数で日本全体のの世論調査ととえるるかかいう批判は前からあるんですねこれに対して、えー、まあその新聞社とか自治通信社のようなところで NHK なんかもそうですけども調査をする方はです何、ね、て答えるかっ,て言ったら統計学的に言って2,000人で十分な、えー、結果が出ますとこう言ってるわけですね。ということはどういうことかっていうと。 まあこういった世論調査の結果は数学および理科がよく分かっている人が間に入ってるっていうことを言ってるわけですね。ということを言いながら2,000人の調査で29.9%という3桁を出すのは非常に難しいんですね。具体的に計算してみると分かるんですけども3桁例えば2,000人のうちですねあの、まあ、これ30%約30%が安倍さんの支持ですから。 そうするとですね、2000人に0.3をかけますと、600人が、まあ、回答しない人もいるでしょうけど、600人が支持それから、1400人ぐらいが不支持と、こういうことになるんですね。実際上、それよりか、向かいがいますから、400人の800人ぐらいになるんですね。そうすると、400人ない3桁の数字ですからね。これで、えっと、統計的なばらつきを入れますと、 まあ2桁出ていい方だということですから、自治通信社の発表は、正しくはですね安倍政権の支持,あの支持率は30%と書くべきなんですね、発表するべきなん。ところが30%で何がまずいか、自治通信社がですねお金を儲けるためになぜまずいかというと、30%を切ると内閣が危ないという話なんで、29.9という3桁で表示したわけですね。これは 自治通信社がですね、世の中を騙そうという意思があったとまあ、はっきり言えますね。だって自治通信社が正しい結果を報道しようと思ったら30%という2桁で表示するべきもんだからですね。まあ、これがまあ一つあります。それからもともとですね、この世調査っていうのがその事前の、 洗脳日本国民に対する洗脳のあと行われるわけですね。例えば今度の場合でもそうですが何にもない時に世論調査があるといいんですけれども各社一斉に安倍政権の批判をしだしたあと1ヶ月ぐらいでそれがこう盛り上がってきた時にですね、えー、世論調査をするっていうわけですから自,作自,演なんです、ね、自分で問題を起こしてその問題を起こした結果をみんなに聞くっていう。 そういうやり方ですね。例えば、あの、スタッフ細胞の時なんか、それが非常に著しかったんですが、1月の末に放送した時は、もう、素晴らしい、素晴らしいって放送したわけで、その直後に世論調査したら、スタッフ細胞素晴らしい、女性が科学で活躍する時代になったと、まあ、いうふうに、世論調査が出るでしょうね。それから3ヶ月ぐらい、猛烈な勢いで、今度、反スタッフ細胞のキャンペーンをしましたから、その後でアンケートをしたらですね、今度は全然逆の結果が出ますね。 これはもう完全に操作された世論調査ということになるわけですね。これを防ぐためには定点観測をしなきゃいけないですね。例えば1ヶ月に一遍もしくは2ヶ月、3ヶ月に一遍ぐらいの頻度で内閣の支持率のその報道と関係なくきちっきちっとやっていくと。そしてその時その時がどうかということを見るというのがまず一つあります。それからやっぱりこの電子時代にですね。 2000人という数が著しく少ないということもですねこの際、明らかにし,しなきゃいけないと思いますね。今までは、まあ、面談だとか電話なんで非常に大変でしたがってまあしょうがない2000人でもいいやつんで統計的にはギリギリの数字でやってるわけですけれども今度でもですね、えー、とこの34万人の方ですね世論調査が72%安倍支持というのと29%安倍支持というのが大きく分かれたわけですね。それで えー、それはどうしてかっていうとですねネットの方はこういうふうに書いてますね「安倍内閣の支持率が29.9%にまで下落したと報じられました」あ「ここでネットユーザーに限って調査をしてみたいと思います」「あなたは?」という質問でですねこれで回答が34万人ですねですから現在はですねネットを使えば少なくとも相当数の数が揃えられるそれと少なくとも比較をして 発表する、もしくは並行して発表するということが必要ではないかというふうに思うんですね。ただ、この結果についてはもう一個話がありまして、えテレビを見てる人はですね、みんなあの嘘の報道に接していると。だから嘘の報道に接している人は29%支持、安倍さんの支持率がですね。それからネットは比較的本当の報道が流れますので、本当のことを知ってる人は72%というふうに解釈できて、 両方ととも本当だとつまり入力が違う情報が違えば当然結果は違ってくるわけですからいかにメディアメディアが嘘をついたかあの既存の新聞テレビが嘘をついたかということがこの差になって現れてるとも言えますしまたネットの方では調査方法がそれほど正確ではありませんねまあ,あのそれは自治通信も朝日新聞も正確ではないんですけども誘導的な質問もありますから。 まあそういう点を考えると問題なんですが、まあ、例えばダブルで回答する人もいるだろうとだからもっと厳格にしなきゃいけない主,体主催者がもっとちゃんとしなきゃいけないこの時にあのあの質問はですね「あなたは安倍内閣を支持しますかしませんか?」っていう非常にこうプレーンな質問の仕方なんですね、えー、まああの従来から言われておりますけども世論調査は質問の仕方によるっていうことなんですけども この質問の仕方によるっていうのはやむを得ずそういう質問になったっていうんじゃなくて、意図的に質問を操作してると言われてるわけですね。だから、これもまあ自治と同じように、えー、お金儲けのために結果が欲しいということですね。まあこれはもうある程度規制しなきゃいけないっていうふうにまあ僕なんか思うんですけども、報道がですね、自分の使命、社会的使命ですね、できるだけ正しいことを目指して、正しい情報を 国民に伝えるというものから自分は金儲けを優先するんだっていうことがこれほどはっきりしてきたにはですね、やっぱり世論調査なんかもメディアの各局の商業、商業メディア、NHK も含めた商業メディアのもう世論調査を発表していけないってことないんだけど、誰も相手にしちゃいけないと、まあ、いうようなぐらいの時期になってきた。これはあの国民にとってですね、 内閣の支持率が72%と29%はもう全く違いますからねだからそういうことでこの重要なことがですねこれほど歪められているこの非常に歪められている中で私たちがまあ考えその選挙をするというようなことがあればですね本当にこれ北朝鮮とか中国を笑えないですよねつまり一般メディアの報道がいかに変更しているかというふうにも取れるどっちかですね 実通信の2,000人の調査が極めて、えー、不都合なものであっただからしかも3桁を出すという、まあ、商業主義一本に走っているそれが原因したのかそれとも日常的な情報でパソコンなんかから、えー、情報を得てる人は比較的正しい情報を得られるけどもテレビとか新聞を読んでる人はもう間違った情報を得られるので。 えー、全然違う結果が出てきたとも言えるわけですね、まあ、これは非常にあの深く考えなきゃなんない問題ですしまた世論調査の在り方について議論をし、まあ、合意をしていかなきゃいけないと、まあ、そういうふうに思います、まあ、とにかくまず,まず一番いいのは、えー、テレビをあのパソコンをネットを見てない人とにネットを見てる人に分けるべきでしょうね。ネネッットトをを見見ててるる人人がががととしこできない人が 例外としてですすね両方調査するだから実質誌の調査なんかはネットを見てない人を調査してネットを見てない人という制約の下で、えー、世論調査を発表するという必要があろうかと思います。